の項、つまり熱気の異常の項が、ここで注意です。二次の項はありませんが、二次の項、つまり熱気の異常の項があるかのように少し開いています。教科書でもその部分が少し開いているので分かると思います。ですので 4x3 乗、少し開けて3x-1を書きます。-3 は割る式より次数が低いため、これ以上割り算ができません。一次式の割り算では定数が出てきたら割り算はおしまいです。結局小は 2x2-x+2、 余りは -3 と求まりました。次にこの割り算した結果を一つの式で表します。3つ目のテーマです。割られる式イコール割る式かける小プラス余り。3つ目のテーマは割られる式イコール割る式かける小プラス余り。割られる式イコール割る式かける小プラス余り。教科書25ページ真ん中あたりの右側を見てください。赤い三角形の1つ目です。整数279を11で割ると、と書かれたところです。整数279を11で割ると小は25、余りは4という結果になりました。このことは1つ目のテーマで勉強しました。
この結果を一つの式で表すことを考えます。そうすると279イコール11かける25プラス4となります。つまり割られる数イコール割る数かける小プラス余りとなります。割られる数は割る数と小の積に余りを加えたものになります。実は数の割り算だけでなく整式の割り算についても同じように一つの式で表すことができます。それが教科書のちょうど真ん中あたりに書かれています。前ページの例1について次のことが成り立つ。24ページ例1の割り算の結果を用いると 2x2 乗プラス 7x プラス9イコールカッコ x プラス1カッコ閉じカッコ 2x プラス5カッコ閉じプラス4と表すことができます。つまり割られる式イコール割る式かける小プラス余りです。数と同じように一つの式で表すことができます。このことをまとめると教科書25ページ中ほどです。一般に整式 A を整式 B で割った時の小を9余りを R とすると A イコール BQ プラス R A イコールBQ プラス R と一つの式で表すことができます。つまり割られる式イコール割る式かける小プラス余りです。このように割り算した結果を一つの式で表すことができる、これがポイントです。そして例1や例2の計算を思い出してください。余りの次数は割る式の次数より低くなるまで計算しました。R の次数は B の次数より小さくなります。 R が0の時、つまり余りがない時は A は B で割り切れると言います。覚えておきましょう。続いて練習問題にチャレンジです。整式の割り算した結果を用いて割られる式イコール割る式かける小プラス余りの形に表してみましょう。例3です。教科書24ページ例2で整式 A を整式 B で割ると小の9は 2x2 乗マイナス x プラス2余り R はマイナス3でした。この結果を用いると A イコール BQ プラス R が成り立ちますから A のところに 4x3 乗プラス 3x マイナス1 BQ のところには2x プラス1と 2x2 乗マイナス x プラス2の積、そして r のところはマイナス3となります。それでは今日のまとめです。今回は整式の除法について勉強しました。整式と整式の割り算は数と数の割り算と同じように割り算した結果を割られる式イコール割る式かける小プラス余りと一つの式で表せることを勉強しました。次回はこの式を使ってまた勉強します。それでは皆さん、さようなら。 NHK 高校講座数学2、今回は整式の除法と因数定理その1、整式の除法をお送りしました。講師は渡部義孝先生でした。ラジオ高校講座数学2にはホームページがあります。ホームページには番組の内容が事前にわかる学習メモ、学習した内容が理解できているかどうか確認できるサイドチェックがあります。またラジオの放送が終わった後に分かってきてるとかさ、関係性的にもうそういう
っちが払う？みたいな。で、こんなそんな真剣に考えるあれじゃないの。みんな入った瞬間にごちそうですって言えばね。確かに。それが出会いの時にさ、食べたいものがあるって言っちゃペペロンチーノ払えるんだよ、価格的に。でも、あ、ペペロンチーノ食べたいけど、あ、今日お金ないからちょっと違うのにしようって言ったら、言ったら、いいよ、いいよ、俺が払うから、ってなるよ。あ、加速ね、それ。じゃ、そこは真剣に考える。
こでやり取りをして、うん、それからこう作っていく感じ。
食べているトリピック先生パンダに先生トロピカルマルの十分業ワールドは毎週水曜深夜10時過ぎから1分の中で放送中。アイラブチキー。転勤が決まった。知らないました。その町のことが知りたくてラジコを立ち上げた。ラジコさんのリクエストにお答え。みんなが笑ってるメッセージもかかる音楽もなんか悪くなかった。転勤がちょっと楽しみだ。全国のラジオが楽しめる。スマホやパソコンで楽しめるラジコプレミアム。月額税込み378円で北海道から沖縄まで聞き放題。詳しくはラジコで検索。そっか、向こうに行ってもこっちのラジオが聞けるのか。文化放送が主催する A&T アカデミーでは無料体験説明会を開催します。カリキュラムの説明に加え実際のスタジオでのパーソナリティ体験もできちゃいます。開催日は12月に。すごいです。尊敬します。少しだけ褒めてくださいなんて少し言わず褒めさせてください。よし頑張る。ドイさんが大好きです。毎回レコメン楽しみにしています。体に気をつけて無理しないでください。ドイさん微妙で髪一重な笑いを楽しみにしています。ドイさん結婚しよう。いいよ。軽い軽い。こういうやつは信用しない方がいいよ。軽いですね。じゃこの子いくつなんだろうな。告白しようかな。あー電話書いてないな。竹井さんと約束しちゃったからね。誰に告白しようか迷ってるんです。お、来ました。ちょうどそのメールです。13歳が一人で無口だ。本当にこの人はいい。皆さん、やっぱり告白するならそれちゃんでしょ。それちゃんでしょ。可愛いですよね。まあそうなんですけどね。それちゃんっていうのはリッスンの火曜日ね。この後いつも文化放送でやっております。それちゃんね、リッスンなんですけど。歌手それちゃんね。いや、それちゃん。それゆきちゃんと付き合ったらいいなと思う点はね、明るいんですよ。もう本当にポジティブに考えてみて、頑張れって言ってくれる感じはいいんですけどね。よく喋るんだよな。よく喋るんだよ、ソネちゃん。あ、すいません。